西山塚古墳は奈良県天理市火曜町にある古墳。形状は前方公園墳。大和古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。6世紀前半の築造と推定され、第26代、慶大天皇皇后の田白の王女のまみささぎに否定する説で知られる。奈良盆地東園部、火曜町集落生誕の傾斜面地に築造された。 大型前方後円墳である。これまでに発掘調査は実施されていないが、山辺軍師によれば1887年の墳頂部での開墾の際に遺物湿度のことがあったという。墳形は前方後円形で前方部を北方に向ける。墳球は後円部で3段蓄成、前方部で2段蓄成。墳球表面では不起意し、埴輪が検出されている。 主体部の埋葬施設は明らかでないが、前述の明治の開墾の際には、石棺の他曲が玉、下玉、鈴、河原家、人造石が出土したと伝わる。墳丘周囲には集合が巡らされ、現在もその名残は、周囲4カ所のため池として見られるほか、集合外側には、外包みの移行も認められている。この西山塚古墳は、出土埴庭から、 古墳時代後期前半の6世紀前半頃の築造と推定される。大多数が前期古墳である山和古墳群では例外的な後期古墳になる。被葬者は明らかでないが第26代、慶大天皇皇后の田白家の王女のまみささぎに否定する説が有力視される。古墳の規模は次の通り。山和古墳群では西面の古墳が多数を占めており、 北面の古墳は本古墳の他に2の、成形古墳のみと、例外的になる。日本初期に基づく関係系随間白塚古墳6世紀前半頃の、築造で、一説に、慶大天皇の新見捧ぎ、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。西山塚古墳の実際の被装者は明らかでないが、第26代。 慶体天皇皇后の田白家の王女に否定する説が知られる。田白家の王女の御朝木について、古事記、日本書記に記載はないが、演技式書料料では東馬家の襖伝墓として記載され、山戸国山部軍の所在で、朝域は東西二朝、南北二朝、主はなく、山部同行岡鏡領の御朝木戸が金盛りするとする。中世には、 たしらかの王女寮の所在地に関する書伝は創出し、1876年に、教部省によって、西戸の塚古墳が領所と定められた後、これを踏襲して、現在木内町では、西戸の塚古墳が、たしらかの王女寮に事情される。しかし、考古学的には、西戸の塚古墳の築造年代は3世紀後半頃と推定され、 田し家の王女の想定年代とは大きなズレが存在する。これに対して西山塚古墳を、田し家の王女の三捧ぎに否定する説は、大和国山部軍一帯において、前期古墳が大多数を占める中で、西山塚古墳のみが、古墳時代後期の大型前方後円墳であることを根拠とする。なお、田し家の王女の領所については、父の任賢天皇の領所である河内の、 古市古墳群とも、夫の携帯天皇の両所と見られる、摂津の今白塚古墳とも異なる所在である点が注目される。日本初期の携帯天皇即位に関する伝承によれば、武列天皇に後継者がいなかったため、王人天皇後世今後の王父が越前から呼ばれて即位したという。しかし、即位後も、大和へ、遷都するまでにはさらに十数年を要しており、 旧来勢力からは、根強い抵抗が存在したと想定される。このことから、慶大天皇が、田白家の王女を埋め取ったのは、旧来王党への、入り婿の形をとって大王くらいの正当性を示す、意図であったと見られ、初期大和王権の大王母の防御基地として知られる、大和古墳群、柳本古墳群、巻向古墳群の地に、田白家の王女の三ぎが営まれたのも、 そうした大王くらいの正当性を示す行為の一環と推測される。ありがとうございます。